ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、皆さんこんにちは、伊藤圭介です。はい、こんにちは、広野大作です。元気だね。元気いっぱいですよ。はい、嘘信じられない、失笑を買ってますよ。いや、はい、ということで今日はゲストをお迎えしております、大作さん。はいはい、誰、はい、誰、今日は浜松お笑い芸人の3人、はいね、マンスリーゲストの方々をお呼びしております。はい、ありがたいね。はい、ということで、まずケティ。はい、今日も元気いっぱいもりもりたくさん食べますケティパーティーです。よろしくお願いします。これ番組食べる。もりもりたくさん今日ね、食べ物が来ると聞いておりますので。知らねえよ、これ昼も食ってねえし、もう本当腫れちゃってんだよ。ちょうどいいね、楽しみだね。ちょうどいいねって誰が持ってくんだよ。はい、そしてニコル。はい、おもちのレッドニコルです。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日パジャマでした。いや、パジャマじゃねえわあれだね、上原と上原と一緒の番号、19番、ね、番号がね、うん、18番だっけ上原知らないよ、誰も知らない。ごめん、間違えた、上原18番だもん。最悪かもじゃねえよ。そして、しょうかさん、小林くん。はい、しょうかさん、小林です。よろしくどうぞ。はい、お願いします。はい、いいね、なんか気持ちのいい挨拶。もういいね、いい感じだね。いつものステージより全然気持ちいいね。ちょっと今日はやっぱみんな元気なので、うん、声出していこうかなと思って。ああ、いいね。じゃあちょっと元気じゃなかったニコルはあれだった。ちょっとやっぱ上原のカツを。ちょっとあの長く喋んないで。あ、ごめんなさい。じゃあ番組始めましょうかね。はい、はい、この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソイルフラワーズの提供でお送りします。ソイルフラワーズプレゼンツ。伊藤圭介のヘイウエスタン。さて9月20日になりまして、今日は彼岸の入りということになります。はい、秋分の日が23日でね、だその前後の3日間を足してですね、7日間で、まあ、彼岸ということになるわけでございますけれども、はい、極楽浄土が西にあるというふうにされているので、真東から日が昇って真西に日が落ちる春分と秋分に、西に沈む太陽を礼拝し、遥か西方の極楽浄土に思いを馳せたのが、彼岸の始まりと言われています。ちょっとこの進行表変換ミスがありましたね。失礼しました。言わなきゃ分からなかった。言わなかった。誰も言わなかった。なんか言われそうで怖くて怖くて怖くて。何をビビり散らかしてるニコルが怖くて。ニコル何も言わなかったじゃないですか。悲願の優勝じゃねえかみたいな感じ。こっちの悲願ね。はい、で9月20日の花がですね、悲願花なんですね。はい、まあ、これは大作さんちでも売ってない。売ってる。ヒガンバナ売ってないよ。売ってないよね。ヒガンバナって売る花じゃないですよね。売る花じゃないね。そうですよね。どうする花、うん、その辺に生えてる。その辺に生えてるよね。あのあぜ道とかに。あ、そうそうそう。そうそう、土手とかね。ね、よく昔のあれをね、切ってね。切ってねっていうか、昔子供の頃ね、ちゃんばらごっこしながら切って、はい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 、で、あの梅雨が飛んでくるとなんかかぶれたりとか、まあ毒ありますもんね、ヒガンバナ。そうだよね。そうなんだよ。綺麗だけどね。そう。綺麗なものには毒があるんでね。ね。よいしょ。よいしょ。わっちゃやめて。店内の手でごまかすのやめてくださいよ。今ニコルは自分のことだと思ってね。今 SE だから。俺何も言ってない。今よいしょって言われただけ。可愛さがよいしょって。いや入れたんだ。入れたしたんだ。入れた入れた。あ、入れたの。ケイティが言ったのかな。言ってない。言ってないんだ。あ、さっき取ったの俺奥で。あ、SE よいしょ。そうなんだ。そうなんだ。可愛さんのちょっと可愛さが下手くそだったって話。そうそう。そうだね。タイミングがね。ということで全部可愛くのせい。かわいそうだろ、いくらなんでも。かわいだけにね。ね、え、これかわいだけにね。これ SE ですか。かわいだけに。さっき撮りました。当たったんだ。奥で。かわいだけにも、ね、もいいですかって。かわいさんが。すごいね。それで、彼岸花なんだけど、まあ、まんじゅしゃげとか。うん、山口百恵さんの歌は「まんじゅしゃか」って言ってますけどね、みんなはまあ知らないかもしれませんけれども、はい、花言葉は「感謝」「思い出」「情熱」
ということでございます。ということで今日のメッセージテーマは一応ね、感謝と思い出と情熱ということなんですけども、広いテーマや、いいテーマなんですけど、あの X でアップするの忘れちゃったんで、あらすいませんでした。うっかりだ、うっかりです。はい、ごめんなさい。今日はまあゲスト3人の方見えるんでね、だからいいかなっていうわけでもないんですけど、いやいやだからお便りもらわないと。じゃあ、まあ先週のラジオ聞いてくれた方がいただいてるんですね。そうだね、いただいてるんですね、いただいてるんですね。そうなんですよ。はい、で鬼キャロさんからねいただいてるのは、青果市場では不調という独特の数字を表す言葉で、取引がなされています。でこれは八百屋さんが一般の人に原価が分かられては困るということから始まったようですと。例えば、お客さんがそばにいて店員同士が200円で買ってきたキャベツをいくらで渡すかという場面で、大っぴらに200円で買ってきたから400円で渡せとは言えないので、不調で、ブリだから4と言っていました。そういう不調。へ、大作さんそういうのって分かる？あんま分かんない。それ花とはまた違うでしょうね。違うんだ。あんまり言わないけど ね、 だからね、普通にやってるお花の市場とかは、うん、もう堂々と言うよ。堂々と言うよ。50円で仕入れた花5万で売れっつって堂々と。 それ堂々とつってもひでえ話じゃないか。ぼったくでぼったくでっつで、競りも不調で行われます。で、地方地方によって異なりますが、浜松では1のことをピン、即1、2のことブリ2、3がサンタで、4が四ツ谷で、5がゲンタとかですね、6がロン、7が猫とかね、8がバン、9が抜け、今日とか言うんだそうです。で、で200円がなんかブリ、500円はゲンタっていうらしいんですよ。であとは組み合わせで250円だった場合はブリゲン。おお、これかなり大変だ ね、 ね、覚えるの。どうやって覚えるんだろうね。で250円か2500円かは前日の相場で分かりますということですね。もう大体ね。で入社した時は鬼キャロさんがね、もう今から何分十年前の、入社した時は全然分からなくて戸惑いました。初めての競りは上がってしまい、いくらで落としたのか、ね、いくらで売ったのか分からなくなってしまいました。自分がやったやつが分かんないところで、自分が不調を使ったんだけど、それがもう覚えられないから、そうだ、ね、分かってねっていう。でもそれ今言っちゃったからさ、もう使えないじゃん。確かに、ね、これもう覚えてないよ、みんな大丈夫。覚える覚える、覚えてないじゃん。YouTube 見て復習できるから YouTube でね、はい、ぜひこの番組の YouTube を、はい、そんなところで使っていただければというふうに思います。はい、ということですけれども、もう一つ言おうかな。コリンライターさん、ケイスケさん、大作さん、河合さん、 KT パーティーさん、おもちの列島ニコロさん、消化栓小林さん、こんにちは、コリンライターです。あ、ご丁寧な挨拶ありがとうございます、ね。最近奥さんと2人で買い物に行ったら、店員さんが仲の良いご夫婦ですね、何か秘訣でもありますというので、私がそれはやってもらったらありがとうと、いつも感謝することかなと答えました。まあ素敵な旦那様と店員さんが感心した瞬間、奥さんがつい最近ですよ、ありがとうと言えるようになったのは結婚して30年かかったんですよ、もうと先ほどまでの会話をひっくり返しました。するとすかさず店員さんが、奥様の教育が良かったんですよと、秘訣から教育へと話題を変えました。話題を変えてくれた店員さんに感謝ですということですね。素敵な途中から、すごいね。すごいですよね。そのでやっぱり感謝は大事だっていうことなんですね。いや、もちろんそうね。どうですか、お宅は。感謝感謝で、急に茶の間だな。茶の間のトークだ。毎日が感謝祭だもん。毎日が感謝祭、そうすごい。何やるの、何やってんの、毎日感謝祭って。絶対感謝祭開いてないでしょ、その様子してないよね、その様子。イメージはね。ケイティは感謝してますか。むちゃんこ
モリモリしてますよ。モリモリ、はい、いつもね、あの奥さんの宣伝をねラジオで勝手にやってます、うん、そうですね、おかげさまで、うん、勝手にやってますから、おかげさまで。まだ来てないと思いますけど、あのラジオ見ましたっていう方はラジオ聞きましたって、そう、ね、確かにね、まだ来てないかもしれないので、来てないのか、もうちょっと頑張っていかないけど、もう数ヶ月いかないなって思いますけどね。毎月言ってる、はい、言いますよ、これ今月何の効果もねひどいな知らねえよ、来いや、じゃあ来いもう一回言っとけばいいじゃん、ついでに今。あ、エンディングで言うなよここで言ってね、浜松市浜田区細江町木が 746-3 すずらん治療室へ、皆さんお越しください、よろしくお願いします。どんなところがいいのかな。いやもう、資格所有者の、先生が、針だったりマッサージだったり、うん、お灸でね、うん、皆さんの心と体を癒す、素晴らしい場所となっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。奥さんもマッサージしてくれるの。あ、もちろんもちろん、うん、何この番宣番組番宣番組じゃん番宣番組じゃあ、それいいね、すらすら言えと、ニコルに聞いてみようか、うん、ね、感謝してますか、うん、いやしてますよ、常々常々、もう、どういうふうに、誰にでも感謝してます、ね、誰にでも感謝してます、全員感謝してます、もうここにこう滑ったくをひら、ね、伸ばして、ほんともずっと、ケンスケさんにも知ってるって、もちろんもちろん、ケンスケさんなんてほんと今え、具体的にもらっていい、具体的に具体的に、あ、もうだってケンスケさんなんて何言ったって怒んないですからね、こそんなことねえわ、何言ったってもいや、これ聞いた人が何言ってもいいんだからそうだよ、みんなにいろんなこと言われちゃうじゃないか、いや、ケンスケさんニコルに関しては何言っても怒んないと思いますよ、まあまあ、あとね、ケンスケさんいろんなとこでニコルいいっていうのを言い広めて言ってるな、この人こう見えてね、なんかまっちゃんでも言っとったもん、ね、そう、まっちゃん、まっちゃんだからこの前行ったら、すごいケイスケさん褒めてたよ、なんかずっとその話してて、どんだけ褒めてんだよ、直接もっと言ってこいよって、いや男だよ、昭和の男だ、昭和の男だから、ね、直接言えなかなかね、いや嬉しいですよ、そうやってしっかりずっとね、長い期間見ていただいてますから、ね、はい、じゃあこれからも感謝を続けてください誰に言われてんの誰に言われてんの、じゃあ小橋くんは誰に感謝してんのかな。僕はやっぱあのファンの女の子たち、女の子女の子限定なんだね、ファンだけじゃない、女の子です、そう、小林を支えてくれてる、支えてくれてます、いろんなあれでいろんなあれでもうやめろその福井持たす言い方、いろんなそのあれとか言わないでね、もう名前も出してじゃあ感謝してダメですよさすがにだじゃないよイニシャル、イニシャルだけ、イニシャルだけ、一番推してるファンの子イニシャルだけ一番っていうとちょっとね、 M ですかね、いや出すな、割とすぐ出すなよ、やめろよ、まこと、まこと、まこと、え、ニコルの本名まこと、まことが支えてるってことバラすなよ、まことのバラすなよ、そうだ、ね、ありがとうございます。M さんは浜松の人ですか。いや、いろいろです。いろいろって。え、いろんな M ですよ、ね。M がたくさんいる。M がたくさんいるんだね。M がたくさんいるんで。そうかそうか。だから M を出したんだね。M、なるほどね。一番いいかなと思って。確か女性のカスタマイズも割と M 多いかもしれないですね。おあ確かにね、ま、魔行が多いんじゃないですか、魔行が多いね、魔と魔が多いと思いますよ、魔と魔か、魔か、魔は魔は聞いたことない、むつ、まあ、むつみ、あ、むっちゃ、私の娘むつみです、ね、そうですよね、名前だね、 M じゃん、 M 小橋君には気をつけた方がいい、 M だから好きっていうわけじゃない、ひどいなそれ、また M とか言うとなんか役割わかんない、ややこしくなりますから、ややこしいな、ややこしいけどね、なるほど、はい、みんないろいろ感謝してるということでございます、うん、ね、やっぱ円満の秘訣でございます、そうですね、すごい素敵な、はい、ジブリ大好きタカさんリクエストもいただいております、ありがとうございます、ケイスケさん、大作さん、河合さん、ケイティパーティーさん、ニコルさん、消火栓小林さん、情熱あふれる熱い皆さん、こんにちは、はい、こんにちは、おっす今日は笑い止めて、ダメ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 、ヒューホホこれ今の SE ですか、さっき撮った、さっき撮った、さっき撮ったんだよ、撮ったんやろヒューホホの SE を撮ってたんだ、ニコルが来る前に使い時がない、使い時確かにない、使い時ないないよ、今日はいつものお笑い3人組がゲストにいらっしゃっていると思うので、メールもたくさん聞いて、え、届いてるだろうことでしょう、僕は控えめに行きます、はい、情熱というテーマなので、うん、3人にお笑いに、における情熱について聞かせてほしいです、一番最初に人前でやったネタとか
覚えていますか、ね、覚えてるペティ。覚えてるかな。覚えてない。多分覚えてない。覚えてない。絶対覚えてないですね。まあ、芸歴長くなっちゃったから、うんね、いやなんかどうもで、うん、どうもそうなんか、最初コン初めて出たコンビが、うん、カトヤってコンビで、カトヤ僕演劇やってたので、ね、演劇仲間と出たんですけど、うんうんうん、はいどうもカトヤって言いながらフュージョンのカトヤドラゴンボールドラゴンボールのフュージョンやったっていう記憶はあるんですけど、うん、その後はもう全然覚えてない、でも覚えてるでしょうね。そのなんか映像は覚えてます。浮かんでなるほどやりました、ね、それはいくつの時だった。15歳の10月が初舞台なので窓枠ね、旧窓枠、うん、今ミニミニがあるところかな、ビル、そうですね、が初、もう17年くらい、しっかり覚えてるよね、でもね、いやいや初舞台はそうですね、じゃあ今度のライブもやってよ、ヒロちゃん。ヒロシとやるの。ヒロシとやりますやります、やります、絶対やろう。適当なこと言うな。絶対やるんで来てください。適当なこと言うなよ。今度は27日の金曜日ということで、そうですね、来週です、来週です、週間後。ニコル覚えてますか。ネタ何やったか覚えてないですけど、うん、ニコル多分ボケだったんですよね。ボケで、ツッコミじゃないの。ツッコミじゃなかったんですよ、ニコル。ボケでニコルが書いたネタだったんですよ。ラフンチュ、じゃあ覚えてる。ラフンチュです。ラフンチュ女子高生。僕まだ電話中、女子高生やんね。僕まだ電話帳にラフンチュニコル。そうなんですよ。一生ラフンチュなんですよ。俺もどっかに書いてあるで。そうだからラフンチュニコルじゃないよって思うんですけど。その時のなんかネタは多分漫才で、でも本当シンプルな漫才やってました。でも別に受けてもないし。あ、そうなんだ。声ちっちゃって思った記憶はある。あ、そうなの。後々なんかで見た時に声ちっさいなって思った記憶はありますけど、どんなネタだったか覚えてないですね。自分で書いたのに。自分で書いたけど、結局その後すぐ私がツッコミになったんで、うん、そう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 ですね。やっぱり私がツッコミの方がいいわというでなったのかな。これあれなの、書くのも変えたの。いや書いてました、自分がずっと。私が書いてましたね。なんか夏祭りのネタ覚えてる。そう、ムカデのやつでしょ。ムカデの着物のやつだよね。ムカデの着物。それが高校3年生の時にやってた、うんうん、初めて3年目ぐらいの時、割と。そうですね、そのコンビでは終盤にやったネタで、そうですね、そのネタ覚えてます、さすがに。それはあそこの何、通りのところでさ、はいはい、番組でもってみんな大勢出てもらったことあるじゃん。うんうん、ありますね。 あるね、はいはい、あります、あります。あの頃も3年生だったのかね。そうです ね、あれはもう、うん、そう終わりかけというか、もうそのラフンチュ終わりかけ、ラフンチュ終わりかけ。ラフンチュ終わっちゃったのはだから相方さんが、そうです、大学進学されて、進学してっていうので、うんうん、で私ももうそこで芸人辞めるつもりだったんで、辞めるつもりだった、辞めるつもりだったのに全然辞めないんですよ。まだやってない。じゃあ高校一緒だったの。高校は違くて、中学が一緒だったんですよ。あ、そうなの。そう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 、うん、今もね、あの時々会いますけど。あ、そうなんです、元気ですよ、変わらず。あ、なるほどね。もう芸人だったっていうことはもう多分脳内から消え去ってる子なんで。あ、そうなの。もう忘れてしまってると思いますけど、いますね、うん、まだ。で、ニコのその後結構窓枠で受付しちゃってる。あ、そうそうそう、ね、お笑いライブの時ね、受付とかやってくれてて。多分ケイティそんなに覚えてないんじゃないかな。ずっと出とったのに。多分だからケイティとそんなにそもそも、まあ、高校生学生の頃ってあんま接点ないんですよ。確かに確かに、本当に。そうなんだ。そうそうそう。でもまあその後ずっと高校卒業して一人でずっとやってた時に、うん、まあ、ピンでやりたくなかったんでニコルは、うん、とにかく、うん、コンビでやりたかったんで、うん、でももうまあピンもちょっとやってみるかっていうので、うん、多分半年ぐらいずっとスタッフやって、うん、その後ピンで活動して、うん、でその後晩御飯組んだって感じですかね、多分。青空君とやったじゃんね。あのもう、まあ、青空とやってたことなんてもう私脳内から消したんですよ。そうなの。3回ぐらいやったかな。チャイニーズドレスマフィアですそう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 、覚えてる覚えてる。かっこいい。名前つけたのはその加藤さんの元相方の安藤さんが、あ、安藤君なんですけど、そうそうそう、つけてくださって、そうですね、青空があまりにもネタ合わせに遅刻してくるっていうので解散したっていう。そんなことだよね。そうそう、そんなことだよね。そうですそうです、ね、じゃあケイティもちょっと変えといた方がいいよね。あ、チャイニーズドレスマフィアに、うん、のニコル。いや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 、なんで減ないといけないの。減ってかないといけない。わかる。15年に1回変えないといけないの。いいよ、チャイドレじゃないの。チャイドレいいんすよ。でチャイドレの後は晩御飯。晩御飯ですね、うん、多分、うん、多分チャイドレと晩御飯の後にまたピンがあるんですけど、それで、まあ、晩御飯組んで、うん、
でお餅ですかね。そうそうですね。なるほど。割となんか誰かしらとやってますいろんな人と ね。歴史があるね。歴史がありますよ。ニコレにも歴史が生まれました。すごい。バンコさん時代が一番長かった。なんかうるさいな。なんかうるさいな。カタカナが多い。チャイニーズとかニコレはうるさいな。字面がうるさいな。どっかの中華屋の店長をなんか入れたみたいな。やだなそれ、まあ、本当に電話かかってきた時めんどくさいですよ、ね、チャイニーズドレスマフィアに来るっていいよ。こうやって先輩たちはずいぶん前のこともいろいろ覚えてるけれども、小林くんはどうなんですか、ね、いや覚えてますよ初めて、うん、あの1年半前なんですよ、うん、近いな。そうだから覚えてますね。覚えてるよね。それが名古屋でまだ消火線ってコンビだった時に、うん、あそうかそうか、はい、コンビで消火線をやってた。そうなんです、うん、で漫才やったんですけど、うん、なんかねあの銀行強盗のネタやってましたね。その時からもこんな感じの、うん、あそんな感じの、はい、やつをずっとやってました。まだ1年半だもんな、うん、まあ、そうだよ、まあ、変わんないですよね1年半に、ね、1年半後に急に紳士的なネタやってたら怖いもんね。そうです。その消火線の、ええ消火栓な小林くんじゃ消火栓なんたら君は どうしてんの今。あの元々あの大学卒業して名古屋で就職してたんです、うん、向こうで、うん、それがただ芸人辞めたっていうだけでまだ普通に働いてるっていう。あじゃあ名古屋に住んでるんだ。あそうですよ。あじゃあ芸人を辞めて普通の一般人の方ですね。それが普通だから。我々が変、うん、頭散らかってる。そうですね。普通に、うん、生きてますから。真っ当な人間になったってことね。肩の人間として素晴らしいです。そっちの方がいいです。僕は全然合ってないです。そういうこと、ね、喧嘩別れみたいになったんで。あそうなんだ。そうかそうか。結局そんな感じになっちゃったのか。そう方向性の違いじゃないですけど。あそうかそうか。向こうはちゃんとしてネタやりたくて僕銀行強盗とかやりたいみたいな。なんで組んだんだよ。銀行強盗でもちゃんとしたネタあるでしょ。お前の銀行強盗が変なだけだよ。あそうですか。って感じですね。それ組むきっかけみたいなのは、これはあの普通に高校の同級生で、それでまあ向こうもそうなんだ、むしろあっちから行ってきたんです。お笑いやる。そうなんだ。そうなんですよ。あそうなんだ。ええ、それでなんか大学でもなんか割と会ってて、うんうん、じゃあちょっとやってみるかみたいな。へえ、はい、そんな感じでしたね。そんな感じなのに、あなの喧嘩して。そうなんですよ。なんかね、向こうがなんか社会人になってからなんか、うん、ちゃんとしちゃったんですね。ちゃんとしちゃったか。あるよね。確かにね。振り返ったらなんで俺こんなちゃんとしてないやつになったんだね。ちゃんとしちゃったんから、うん、そこでのあれ もう大学生の時代と その精神的な部分とかもちょっと変わりながらということですね、うん、はい、だと思いますね。はい、じゃあここでねリクエスト曲をかけたいと思いますけれども、はい、コムさんからいただいておりましたけれども、この度あの10月からこういう人になるってニコルが、うん、っていう曲をね、あのたまたまそういうことなんだ。たまたまなるほど。これ全然感じてなかったけど、ね、そうなんだ。いや俺もたまたま今日気がついたんだよ。これ全部作った後に。あそうなんですね。そうあニコル来るじゃんと思って。で赤いジャケット着て中違うあのギターもちょっと穴開いてないギター弾くっていう。穴開いてないギターって言うなよ。アンプに繋がってるギター。今から44年前にリリースされましたけども、今日聴いていただくのはですね、割と新しい最近ね、南義孝さんが松本隆さんが作詞した作品たくさんあって、それをライブでやるっていうのがあって、そのアルバムから聴いていただこうと思います。ニコルがこうなります、憧れのラジオガール、ということでね、曲の方はまだ続いておりますけど、南義孝さんで憧れのラジオガールってことで、10月からですね、私たちのニコルが私たちのニコル、これ、あなたのニコルになったつもりはないです、はい、みんなのニコルが、はい、ラジオガールということです。10月からこの FM ハローで番組をやります。やったー、はい、おめでとうございます。よいしょ。これで私ラジオガールになったつもりはなかったんですよ。そのいいよいいよ。今初めて言ってねえ、ラジオガールですね、先週だってはい、やらかんの番組でもあそうです、出させていただいて、うん、あそうなんだ。そう、やらかんさんに呼んでいただきまして、うん、その時もラジオの話しましたけど、うんうん、いやありがたいです本当ね、うん、こういうね圭介さんとかね大作さんがラジオ呼んでくれたから、うん、ニコルがラジオやってるんですから、うん、なるほど。そうだよ、そうだよね、そうだよね。もうそうだよ。じゃあなんであなたがそうなんですか。いやそうね、そうだよ、ね、ニコル呼びましょうかみたいに言ったの俺なんで。そうだ確かにね、最初そうだよ、俺のおかげ、ね、小林ね
そうだよ、小林のおかげでは名前全くないな僕は関係ないと思います。そうだな、僕正式にな、まあ、そうですね、はい、一応あの10月の、第1回目の放送が2日なんですけれども、台をつけたら目はつけない方がいいんだよ、あもうめんどくさい、ね、いやいやもうだって同じラジオガール、ラジオガールだからね、いやだからこれからケイスケさんは私のことをラジオガールとして見るから、だから口についてでうるさくなるんですよ、うん、細かい、細かくなるんでしょうけど、うん、もうニコラスの完全に無視させていただきます、無視する、はい、10月2日ですね、うん、初回放送が2日ね、はい、2日ですの水曜日お昼12時から1時間の生放送番組、お持ちの列島ニコルの洗濯物干したっけというラジオをね始めることになりました。洗濯物干したっけ、洗濯物干したっけです。あのね、さっき大作さんにあの、うん、ラジオ名が覚えにくいということで言われたんですけれども、れ、うん、洗濯物と呼んでください。洗濯物、はい、洗濯ラジオで、洗濯ラジオ、洗濯、洗濯でいいです。うん、はい、日常にね、あの、うん、あるじゃん、洗濯機を見たら、あ、ニコルのラジオだなとか、洗濯物を見たら、あ、ニコルのラジオだな、なんてこと一緒ですよ。全く一緒ですよ、消化洗濯。大丈夫です。なんで洗濯関連をもうすべてニコルのものにしたという。一応、うん、ラジオの内容的には、うん、まあ、こういう感じですよ、本当にパーソナリティが一応ニコルなだけで、はい、ゲストを毎回呼んで、うん、浜松芸人を中心にちょっとゲストを呼ばせていただいて、ほうほうほう、うん、一緒にお話ししていくという感じなんですけども、うん、このね番組タイトル、うん、ちなみにこのラジオ番組のタイトルはどうやって決めたんですか、うん、ヘイウエスタン、まあウエスタンを西部地域でっていう意味があったの、それの西部ですよね、まあ後付け的な、ね、意味で、ただケイスケさんが言いやすいっていうね、叫びたいっていう、そういう感じでつけてるじゃないですか、なんかそのなんか番組タイトルにちょっと意味を持たせるかちょっと悩んだんですけど、持たせん方がいいなってなって、うんうん、でせっかくその窓枠芸人とかね、浜松の芸人さんにフューチャーしてくれる番組っていうことだったんで、うんうんうん、はい、あの8月のね、窓枠の大喜利でラジオタイトルをちょっと決める大喜利のやつ、お題を出しまして、で実際この洗濯物干したっけをちょっと回答いただいてこれにしたんですけど、これ出したのがなんと消火栓小林、小林くんつけたってこと、そうなんで、このラジオ名つけたのは消火栓小林なので、この番組が跳ねなかったら、まあ、小林のせいではあるんですけど、そんなことあります、そうだね、それはあるね、責任は、やっぱ責任はやっぱりある、ね、選んだ方も責任あるでしょ、いやいやいや、もうそれはもう小林からもどうしてもこれがいいということで言われましたので、小林くんは、ね、洗濯物干したっけっていうのは自分の経験から来てるタイトル、あ、いえ全然、あのなんか大喜利なんで別にあのラジオに寄せないで回答してただけです、あ、そうなんです、あ、なるほど、何も関係なく、もうそれがアンケートとかでも、はい、洗濯物がいいですみたいなのがもう 5件ぐらい来てましたアンケートで、そうです、なんでちょっとこれにしたんですけど、はい、でせっかくなんでその10月からもう初回からゲストを招くんですけど、うん、その10月マンスリーで一応1ヶ月、はい、ぶっ通してゲストを、うん、同じゲストでちょっとやっていくんですけど、うん、その1ヶ月目、10月のゲストが消火栓小林ということになります、1ヶ月目、いや言いましたよね、言いましたよ、10月開けといてくださいねって言いましたよね、あ、聞きました、でもずっとです、10月、ずっとはちょっと知らなかったです、いや言ったよ、言いましたっけ、言いましたから、ここですか、言いましたよ、大丈夫、いや大丈夫だろ、小林なんて10月5回あるからね、水曜日で、その、うん、このラジオ、はい、その一応ゲストを呼ぶんですけど、うん、その窓枠の第4金曜日ですね、第4金曜日の次の週だけは収録会になってまして、うん、その窓枠の日にうちの相方の谷口が浜松に来るんで、うん、そこでちょっと収録して、うん、窓枠の次の週だけはお持ちの列島のラジオにさせてもらうんで、なので小葉ちゃんは4週ですね、4週にわたりゲストです、すごい、10月はもう5週あるんで多いんですよ、出演会が、いいじゃん、嬉しいですね、もしもこれがもうちょっと失敗したらもう小林のせい、あ、そうだね、これはちょっと最初の1ヶ月、タイトルから、タイトルも最初の1ヶ月のゲストから、うん、そうですよ、全部小林君が、全部も小林のせいです、あ、これはちょっと、うん、そうです、え、パワハラこれパワハラですかこれはもうだから小林のせいということで、まあ、一応あの初回ゲストはまあ小林で、あとはちょっと順々にどうしようかなという感じで出てくるんですけれども、早くケイティ呼んでやれよ、ケイティは呼べよな最初俺やろどんだけ世話したと思ってんねん、ケイティはあのここで初めてですけど12月に来てほしいと思って、なんじゃない、なんで呼ぶんかーいなんだ嬉しくせん言う、いやこれなんでかっていうと理由があって、12月のその窓枠ライブなんですけど、これちょうど20周年なんですよ、浜松窓枠笑いライブが開催して20周年の月が12月で、まあそのね12月に一応20周年のライブみたいな形でちょっとやろうかなと思って
ってるんで、うん、せっかくならその月のゲストにちょっとケイティ来ていただけたらなと思って、うん、でそうこの間番組でそんなこと俺も言ったような気がする。そう20年だっつって、そうそうそう、うん、なんでちょっとそういう感じで呼ぼうかなと思います、うん、ただまあクリスマス、あそうクリスマスケイティになっちゃうんですよ。だからちょっと来れないかも。なんでだよ、いいだろ。クリスマスはちょっとっていう、いいだろ。クリスマスはちょっとっていう人なんです。どういう人？気になるな。ちょっとっていう人なんだ。ダメとかじゃなくてちょっとっていう人だ。そう、ね、そう楽しみね。はい、なのでちょっとまあそういう感じで、うん、ただ浜松芸人やっぱり、ね、なかなかで社会人芸人が多いんで、うんうんうん、結構ね、地方芸人、そうだね、なんでその水曜日の生放送に間に合わないとかいう場合はもう収録とか、うん、ちょ臨機応変に対応しつつ、うん、ただ、うん、浜松一番手軽に来れるのが小林さんで、そうなんです、そうだね、いつも来れますから。なんでもしかすると1年の半分小林さんの可能性もあるんですよ。これが気をつけねえといけないんですけどね。この生放送はアップオンスタジオからやんの？アップオンでやります。アップオンでやんの、うん、生放送ですもんね、アップオンってことは。ちょっと、いやいやいや、言ってんじゃん。いけって言った今。いや違う違う、そうじゃなくて、あのえそうです、ね、生放送だから生放送だからあんまり口滑らせるといかつがそうよ、やばいよ、そしたらもう河合さんがぶん殴りもう干されるよ、言ったれ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 じゃない、いやなんかだからピーの SE だけ用意してもらいます。それは間に合うから。まあ河合くんがだから担当するもんね。そうです、河合さんと一緒にやらせていただきます。河合くんは好き嫌い激しいから嫌われると困るよ。あら、小林くんね。あら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 、よくないよくない。もうすごいわ。コンプライアンスがすごい、パワハラでしょ。もう本当に。パワハララジオでやってきますからね。嫌いな人に対してあのメガネが曇るから。黒黒サングラスになっちゃう。黒くなるからね。なるほど。ということで、おもちの列島ニコルの洗濯物干したっけ。はい。いいんだね、これ。いいです、合っております。合ってるでしょ、うん、長いな、やっぱり。長いですね、洗濯物を干したっけ、うん、何だっけ、お餅の列島ニコルの洗濯物干したっけ、干したっけ、そう、はい、乾かしたっけみたいな、そう、そうだったね、紛らわしく、本当そう、紛らわしいんで、もう分かんなくなっちゃう、コイン、うん、ランドリー行ったっけみたいな、みたいなこと、持ってない、まあ、みんな、おのおのね、洗濯物についてちょっと思い馳せていただければいいんで、別に、タイトル、まあ、今、ラジオ聞いてる方はタイトルで遊んでいただいても結構です、大丈夫です、まあ、好きにしてください、ニコルはただ無視しますから、そういう、でも、お便り募集したりするんでしょ、します、もちろん、もうだから、聞いてる人もね、そうですね、だからもう、全員送ってください、ニコルのラジオには全員送ってくれてた、だいたいこう長いこと出させてもらってるじゃないですか、うん、ヘイウェスタンも、うん、だからもうだいたいこの人いつも送ってきてくれるなみたいな人の名前はもうニコル全部入ってるんで、うん、そうだよね、その人から来てなかった場合はあのツイッターに晒し上げます。いや陰湿な。なんか初回のテーマとかまだ決まってないんだ。あのこういうテーマがあるじゃないですか、うん、ケイスケさんのラジオって、うん、で河合さんと話をした時に、うん、番組の話した時に、うん、なんか、うん、そういうのあんま決めずにいきましょうか、普通歌的な、普通歌なんで、うん、基本的には普通歌です、うん、募集してるのは、それいいんじゃないの、1時間だからね、まあね、うん、そうなんです、なんで、うん、一応なんかコーナー的には、まあ、そういうゲストのことちょっと深掘っていく話を聞いたりとか、うん、なんでフリートークがベースではあるんですけど、うんうんうん、あとはなんかあのニコルが勝手にあの占いするとか、そのニコルはあのすごいスピリチュアル大好きなんで占いとか自分も行くんですけど、うん、なんか勝手にもう何の情報もないんですけど、うん、勝手に占ったりとかするとか、楽しい、そうです、そういうのをやります、うん、それを一旦全部壊して試して失敗したら11月から企画総入れ直してくるね、それは大事、逆にケイスケさんが呼ばれたりみたいな、あだから芸人だけじゃなくてもいいっていう話なので、だから逆にケイスケさんちょっと文化人枠で、文化人枠、水曜日、水曜 水曜日、うん、で文化人枠でいじりまくって、うん、ケイスケさんと仲悪くなる可能性もあるんで、そこだけはちょっと気をつけないといけないんですこけおろす、こけおろ逆にそうやってさっきみたいにニコルその言い方は違うよとか言われたら、うん、もうニコルが、うん、なんだよもうカチンって、ね、大喧嘩ラジオになるかも、だからもう呼んで来ていただけるなら、うん、誰でも来ていただきたい、あの第1第3の水曜日はあのちょっと朗読講座やってるんで、あじゃあそれ以外だったら、はい、それ1時からなんで、あじゃあギリ間に合いますね、ギリ間に合います、ギリ間に合いますじゃあラジオ出ていただい、12時からでしょ、いやで12時から1時でちょっと早く抜ける、45分ぐらい、あのニコルのラジオ早退 OK なら早引き、まあ10分あればアクトに行けるので、あじゃああもうちょっと出れますね、はい、出てもらいましょう、はい、はい、まあそれはだけどね、10月があり11月があり12月がありだからね、うん、そうですね、そうだね、はい、いつになるか楽しみですね、声をかけさせていただくね、はい、そんなこと言うことになるんだな、ケイスケさん、だって68だもん、
若いな若いよね若かな。今日メッセージいただいてるんで読んでもいいでしょうか、ね、あ、いや、もういただいて、もういいですよね。水曜日の水曜日のね、10月2日から、はい、10月2日、ね、昼の12時から、ね、昼の12時、はい、うん、お願いします。じゃあそれを聞きながら、あ、その日は朗読講座に行きたいと思います、うん、あ、ありがとうございます、はい、あ、覗きながら行こう、スタジオ。まあ、ああいいじゃん、ちょうどいいね、手を振ろう、うん、まあ、ちょっと無視する可能性あります無視する可能性ありますけど、あ、よくないよ、そういう態度もよくないよ、ファン、ファンが、そうだよね、そうだよね、ファンが離れてるから、だからもう、わーとかやって、わーってやりながら口ですげえ俺悪口言ってわー、来た来た、また来た、また来た最悪でしょ、聞こえてる、聞こえてる、聞こえてる、こういうとこで聞こえるよ俺がなんか悪口言ってもね、聞こえないけどな、外からだからうん、そうだよ、そうそうですよ、逆にね、うんうん、外から中から聞こえちゃう、そうそうそう、はい、ジュビロ大好きタカさんのさっき続きなんだけど、うん、まだまだある、あるんだ、だってさっきみんなのネタの話、あ、そっかそっか、情熱の話してたわ、そう、で、親をはじめ全ての皆さんに感謝です、僕を支えてくれているっていう人たちにね、なかなか普段気恥ずかしくて言葉にはできていませんが、この場をお借りして感謝の気持ちを伝えられればと思います、うん、素敵、いつも本当にありがとう、どういたしまして、そしてこの番組の、皆さんにも心から感謝です、あ、毎週、誤字脱字多めの僕の拙い文章を読んでくださり、話を広げてくださってありがとうございます。すごい感謝だ、ね、今日広げすぎちゃった ね、 ね、うん、もう曲挟んでましたもんねすいません、僕が初めてラジオにメッセージ投稿したのは、うん、ケイスケさんが S 局で担当されていた番組内のサッカーコーナーにメールを送り、自分がメールが読まれる喜び、そして内容を褒めてくださってということで大きな喜びを感じてですね、すごい、それをきっかけにメール投稿する楽しさを知っていきました、ケイスケさんにも心から感謝です、ありがとうございます、ではまた来週、お、素敵すぎるじゃないですか、うん、人生変えてるじゃないですか、ケイスケさん、これはだから何年前だろう、もう10年ちょっと前ぐらいの私の S 局での最後の生放送番組の中で、そうそうそう、最後のフリーステーションハイホーという番組だったんですけど、はいはいはい、その中のサッカーのコーナーあったんですよ、それであの彼はその時は本名で投稿してきてくれたんですけど、ね、すごいですね、あの基本的に全部入ってるんですか、頭の中に覚えてるんですか、いや覚えてることしか言ってねえから、すごいですね忘れてることは言えねえから、すごいね、はい、ありがとうございました、こちらこそ本当にありがたいと思います、ね、こんな素敵なメールまたいじゃダメですよすいません、ごめんなさい超素敵な話ありがとうございます、ありがとうございます、神奈美のエノさん、はい、ケンスケさん、大作さん、河合さん、ケイティさん、ニコルさん、ショバヤシさん、こんにちは、ショバヤシ、消火栓小林、略してショバヤシ、珍しい略し方、ね、テーマの感謝、思い出、情熱の中から感謝の内容で書きました、今日感謝がやっぱり多い、多いね、ですね、この番組はいつも本社スタジオからの収録を、リアタイで生放送聞き、仕事の時は YouTube から聞いています、ありがとうございます、嬉しいね、うん、ハローの朝と夕方の生放送では、アッポンから絶賛公開生放送中です、生放送の合間にナビゲーターさんが外に出てきてくださって交流するひとときがもうたまらなく嬉しくて感謝の気持ちでいっぱいです、うん、ね、あのちょっと時間がパッて空いた時とか、あ、出てくるんだ、あ、外出てくる、うん、ニコルも出ないとね、ニコル1時間で外パッて出れるなかなか大変だと思いますけどね、はい、でどこだ、レギュラーの皆さんスケジュールのご都合などあるかと思いますが、もし実現したらぜひ第5金曜日にアップオンでの生放送ご出演よろしくお願いします、はい、11月29日はこの3人の皆さんに、はい、第5金曜日、うん、そうだよ、あ、そうなんだ、え、言ったよね、うん、いやいや、ちょっとなんでこの番組は、怖い怖い怖いってちょっと見なかったみたいな、11月、あ、胸開いてる、あっ、胸開いてる、はい、僕も大丈夫です、あ、ちょっと待って、11月19 29、ちょっと待って、27、あ、第5金曜日、第5金曜日29、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、何時から、おい、え、何時からですか、え、1時から、え、あぶね、あぶね、間に合いますわ言っといてくださいよ、いつ決まってたんですか、大作さんが言ってたじゃんね、いつこの間、あ、それはこの間呼んでよみたいな言って、いい、そう、ニコルいなくて、ニコルは知らなくてセーフですよね、うん、え、うん、いや確かになんか酔っ払ってる時に言われた、そうですよ、酔っ払ってたっすよ、あ、よかった、 ちなみにですね、うん、その日多分俺いないかも、なんで、あるんだ、だって大作さん誕生日、誕生日じゃん、
いい肉の日。ちょっとね、 お昼50のちょっと1時半まで予定が入ってるの、うん、絶対にいないじゃん。え、絶対確定でいないじゃないですか。ひでえなそれ。あのスタジオハッピーバースデーで飾りつけて。1時から2時でしょ。一、うん、時から2時。そう、一時二時、うん。え、今夜。なんで、え、班に予定が終わって、だってさ、来れないじゃん。大作さんがこの3人を呼びたいって言って、うん、自分がいねえっていうのはどういうことちょっとね、うん、ちょっと大蔵にいますその間は。間に合わないじゃん。そのまた偉いその会合の偉い会合があるんで。あ、え、お偉いさんの会合。お偉いの、まあ、そうなんですよ。そんな日もありますさ、うん、あります。じゃあ危な、入れとこ。じゃあでもまあ予定通りでいいですね、はい、予定通りで大丈夫です、大丈夫です、はいはいはい、よろしくお願いします。だってもう片方のいつも第5金曜日のレギュラーの方には、うん、あ、次はちょっと違うんでって言っちゃってるのね、うん、俺ね、押さえていただいたんだ。そう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 、その次はもう1月だからさ、そうだね、第5金曜日は、うん、もちろん確かにね、第5金曜日はレアですよね。そうなんですよ、ないです、うん、楽しみ、はい、楽しみです。ついに呼んでいただける、はい、ということで11月29日でございますので、うん、一つ皆さんよろしくお願いします。いい肉の日です、はい、いい肉の日、大作さんの50歳の誕生日、おめでとうございます。いないとこで祝おう、うん、お祝いしましょう。50-50じゃないですけどね。そうです、50なだけですけど、はい、あ、大谷翔平、はい、うん、加賀美音乃さん、圭介さん、大作さん、河合さん、ケイティさん、こう読んだわ、うん、こう読んだわ、スタジオの話、また飛んじゃったね。あ、ここだ。今年の夏になってから不思議と駅やお店などで財布または金券などの置き忘れを見つけて届け出る機会が増えています。そういう時期、こういう人がいるから、うん、あのみんな救われるんだよ、うん、そうだね、持って帰っちゃう人いるからね。そう、こないだ俺もあの道の駅でトイレ行って忘れて、うん、何を、財布、財布トイレに、うん、お台だったんで、おで忘れて置いてきちゃって、うん、それで戻ったらさ、そこずっとさランプがついてて人が入ってる状態だったのよ。ああ、ほうほうほう、ね、あ、人がいるからランプついてるってことね。そうそう、はい、でずっとバスさん出てこないんだよ。こいつ長えなと、俺の財布の中身を抜いて買うんじゃないかと思って思ったんだけど、でちょうど次男と一緒だった、次男来て、うんうん、でなんかいろいろ見て、上電気ついてないよねって言って、ほら普通人が入ると電気つく、あ、人感センサーでね、そう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 、ね、そうなんだ、ついてないよねって言って、それでひゅって開けてみたら誰もいなくて、俺ずっと誰もいないトイレの前で待ってて、まああるあるっすよ、ね、そう、かわいい、ちゃんと財布がねあったんで、あった、よかったんですよ、気づいてよかったね。だから家族にはねすげえ怒られて、それ、うん、でね、でしょうね、もうだから財布とかその携帯とか入れるバッグを持ちなさい、あ、え、今バッグを持ちなさいって言われてる中学生みたいなの、そうそれでさ、これ買ったんだよ、これ、あ、ちゃんと添えるやつをね、添えるやつ、うん、そう、いいじゃないですか、うん、これだったら大丈夫だからとか言って、今までそれを持ってなかったんですか。はい、あ、裸でじゃあ財布はポッケみたいな、そういうこと、そう、でも男性は多いよね、多いね、うん、これ長財布なのに、あの結構ジーパンだったりとかさ、あのあんまり ポケットが長くないやつも履いたりするもんで、うんうん、もうそれでそれもずっと注意されてたんだけど、落ちちゃいますもんね、だって、そうなんですよ、よくあの抹茶なんかでも時々財布が後ろ落っこってたりする、ああ危ない危ない、ということで反省しました。反省した。だからこんな遠藤さんみたいに届けてくれる人がいそうですね、ありがたいって話ね、本当に感謝です、ありがとうございます、はい、ということで、この人はね、ある日も駅の券売機で切符を買って、ホームのベンチに座ってすぐ横に、財布に置き忘れを見つけ駅事務所に届けた際に分かりました、権利は主張されますかと聞かれて、そういうのは全然大丈夫なんですって、そう、あ、権利は主張、落とし主が来なかった場合ですね、あ、1割、ね、1割2割もらえるっていうやつがあるじゃないですか、うん、ありますね、そうなんですよ、いい人だね、江野さんは ねありがとうございました。いいことがあるよ、今度なくしたら江野さんに拾ってもらいたいと思います、うん、まあ、後ろずっとついてきてもらえればね常にねそれは別の犯罪じゃないですか俺もうだけどちゃんと財布はバッグにで、そのバッグを忘れてくる可能性あるから ね、あるある、うん、安心してね、かけ て、かけてちゃんとあのこうなんていうの、肩にこうかけてしっかりと、うん、首のとこかけてタスキ掛けにして、うん、それで歩くから大丈夫トイレもそれでするから大丈夫名前とか書いておいた方がいいどでかいやつ、ワッペンとか貼っといたらいい、はい、ということで、どうしよう、三代目恋するエルニューさん、圭介さん、大作さん、お笑い軍団の皆さん、軍団なんだ、軍団なんだ、うん、こんにち紙芝居
けど、今情熱を注いでいるのは紙芝居、情熱きました、うん、はいはい、情熱、紙芝居、初の情熱パターン、最初は今時紙芝居なんてなぁと思っていたけど、うん、師匠のキミちゃんと出会っていろいろとご指導とかしてもらってどっぷりハマってしまいました、うん、キミちゃんって浜松 の女性の街頭紙芝居師ですよね、うん、そうなんですよ、うん、そう、もうじき2年ぐらいになるけど、キミちゃんじゃなかったらこんなに続いてなかったと思うから、キミちゃんには感謝してますよ。紙芝居の思い出は去年に細江町の初山法輪寺で、やった時に夜になって暗くなり、文章のその文字が見えなくて焦ったことです、うんうんうん、暗いと見えないですもんね。見えないよね、うん、そういうのあるんだよ。俺朝方の番組で外で公開放送やってて、朝だもんで、ね、真っ暗、ニュースの原稿が何も見えねえっていう時がありましたね。で、懐中電灯かなんか持ってきて照らして、そんな暗いんですか。それで読んだ、うん、そうなんですよ。まあ案外慎重に読んだんでうまく読めたと思いますけど、うんそれで、メインは浜松ボンブの皆さんの盆踊りなので、皆さん浴衣を着て踊ったついでに紙芝居も見てくださいっていうのは今度の9月22日の日曜日、あら、あさってです。あさって午後4時から法輪寺でやりますと。あ、まだやられるんですね。ね、番宣だ、うん、番宣だ、まだ番宣番組だ本当に宣伝ばっかだ雨が降って中止になった場合は、翌日の同じ時間から三尾筑文化会館でやるようですという。じゃあ、ね、雨降ったら祝日の気が多いですね、活躍している三代目小石蓮仁さん、ね、すごいな、どうございました。はい、一曲いっちゃいますね、頑張って、はい、ね、これはね、なあちゃんから、いただいていましたリクエストです。1982年これもうあなたへっていう、そういうことですけども、うん、高橋まりこ For You、山川サバの妹さんからいただいております。ケイスケさん、大作さん、浜松お笑い芸人3人組の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。先日の15日は私の誕生日でした。お、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。小学生の頃、うちに仲のいいクラスの友達を呼んで誕生会をやりました、うん、プレゼントを持って行ってお昼をごちそうになってケーキを食べて、みんなで楽しく過ごしました。その誕生会に呼ばれるか呼ばれないか、これもドキドキでした。仲のいいクラスの友達を呼んで、昔あったね、そういうのでもね、ありましたね。私は9月だから、それまでに呼んでくれた友達を招待しました、うんうんうん、という誕生日の思い出ということなんですけども、私は8月だったんで、はい、夏休みなんで、うん、あーそっか、夏休みつまんねえなと思って、そうだね、こうやって なかなかね、なかなかね、予定があったりとかね、はい、山川さん、もありがとうございました。有田放送局さん、フリーでいただいておりますが、毎度有田放送局です。先週天浜線に乗って花の前酒造さんの新酒の味見会に行くんだとか言っていたら、うん、11月2日にやると発表されました、うん、あ、そうだった、うん、今のところ行けそうなので楽しみです。みんなも11月2日は天浜線に乗って花の前酒造さんに来てみなよ。また番宣、また番宣番組。だんだんもうメールくれる人が空気読んで番宣してる。本当はね。そうですね。話すことないんか。ということで、まあ皆さんにもこうね、あの一般の方にもこうやって開放している番組ですけれども、はい、今日はもう、今日はではニコルの番宣いっぱいありましたけれども、はい、はい、じゃあ告知はケティ。はい。いや、それまた言うとまた同じやつ言うでしょ。違うの言う、同じやつはダメだよ。はい、ですね、11月3日ですね、さっきのっっ有田放送局さんの花の前の次の日、はい、次の日、はいはい、祝日、日曜日祝日にですね、うん、17時から、メリーユーさんで、はい、うん、単独ライブをやることになりました。お、頑張れ。すごいね、単独ライブ、はい、しかもピンで、ピンで、うん、80埋めないといけないんですけど、まだ4ぐらいです。言い過ぎ、言い過ぎ、まだ4ぐらい、4なので絶対に来てほしいな、うん、本当の来てほしいでしたね。はい、だどういうふうに連絡すればいいんですか。あ、もうツイッターとか X とか、うん、電話番号とか、うん、電話番号電話、はい、あのスズラン治療室とか、あ、スズラン治療室にお手紙出していただいても大丈夫ですね。インスタでもいいですし、はい、どんな手段を使ってもケイティに連絡すればいいってこと。はい、そうですね、最悪ケイスケさんに連絡して、あ、大丈夫です、大丈夫です、ケイティでね、はい、うん、まあ、まあ、
仲介役マージンはないですけど、はい、すいませんが、はい、はいはい、ぜひ、お越しください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、頑張ってください。11月3日ということでございます。はい、17時からです。はい、17時から。はい、じゃあ諸林くんは小林だ。一応ちょっとあるんですけど。あ、そうですね。だいたいニコルとか、ね、ニコルと一緒です。はい、一緒。なんだよ。もうずっと一緒に。ずっと一緒です。はい、小林は10月に関しては。ええ、はい。10月はね、じゃあニコルの番組出ると。そうですね。はい、ニコちゃんの番組に。はい、ちょっと、はい、うん、あのお願いします。これ来週のあの、はい、あれは。ライブの方はどんなことを考えてますか。小葉ちゃん、じゃあ。じゃあ窓枠、じゃあ、9月27日金曜日、はい、窓枠お笑いライブ大丈夫かしら。会場が19時半開演に20時になっております。うん、半松窓枠ライブハウス半松窓枠の1階であります。1階ね、はい、今回も1階です。今回も1階ですね。はい、はい、来てくださいね皆さんね。はい、はい、1階なんで皆さんで盛り上げていきましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。あと1個、あと1個いいですか。はい、どうぞ。1個ですか、ごめんなさいね、すいません。青いボタンというね、女子高生コンビ主催ライブの、トカゲちゃんとか、はい、収穫祭というライブに我々3人とも出ます。うん、日程が、窓枠ライブの次の9月28日、うん、浜松市福祉交流センター4階小ホール、うん、会場が6時30分開演が7時の料金1000円のライブになっております。7組ぐらい出んじゃないかな。あ、そうなの。すごいね。すごい高校生パワーですね。うん、もし窓枠ちょっと都合悪いって方はね、こちらのライブでも全然、ほぼ窓枠、ほぼ窓枠かも。会場が違う。そうです。なるほどね。なので、ね、もしよかったら、はい、こちらもご予約お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。主催は高校生ですか。はい、そうですね。すごいよね。ね、はい。はい。ということで、お時間なくなってまいりましたが、はい、来週のメッセージなんですが、来週9月27日いろいろあるんですけれども、1793年遠山左衛門の城影元の誕生日ということで、まあ金さんですよ、ね、要はね、金さんのモデルになった方と、うん、いうことなんで、遊び人の金さんなんで、はい、メッセージテーマは正義の人と遊び人、正義の人と遊び人でお待ちしております。はい、ということで番組時間なくなりました。まだまだまだ1分あるよ。あ、なるよ。だよね。そう、スタートをさしくじったんだよ、バイクが。ちょっと待って、今のシーン絶対 YouTube で見てほしいんだけど、ちょっとあるから、ケイスケさんかわいすぎたぞ今。そうだってやつね。安心した。あ、そうだよね。ちょっともしかして、もしかして今ちょっと期待しちゃったもん。やっぱりやっぱり忘れてましたね。はい、ということで、浜松市浜名区細い町746-3。もうええって。もういいやつ、スラッチ量。時間あるからや。ということで、来週のメッセージテーマは正義の人と遊び人でお待ちしております。はい、収録は9月25日水曜日です。午後2時までにお願いいたします。お待ちしております。はい、はい、今日は3人ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。また皆さん頑張っていただきたいと思っております。はい、はい、この番組は浜松豊橋のお花屋さん、花風車、ソイルフラワーズの提供でお送りいたしました。それではまた来週です。さよなら。さよなら。俺がさよなら言っちゃダメなんだ。バイバーイ。あ、そうだ。